透明のカードっていいね。スーちゃんの通常らしさが変わらないのが嬉しい。本当？変わんないよ。ミルクさん、はじめまして。ひできさんに届け。すげえ難易度の高いクイズや。確かに。次、タカさん。なおればいい曲、これってここでどんどんコメントして、そうだよ、してっていいよ、拾います。みんな教えてあげてね。ヒデのヒデさん、相変わらず可愛いの、ありがとう。タカさん、いつもいるのに今日はいないの。タカさんに届け。お友達いたら送ってあげて。ね、タカさんおらんの珍しいね。うまさん、うまさんがいないのも珍しい。メイクがちょうどいい。めっちゃメイク薄いですよ。これさっき笑ったからさ、黒くなってるだけで。こんな感じ。マサピロスさん。悩んでることきっとあるよね。間違えた。ダメだ、歌いながら書けない。書いてること喋るか、歌ってること書いちゃうか。はい、やっぱり生歌いいな。これでどう聞こえてるんだろうね。あ、全員書けた多分。あ、危ねえ。あー、ヒヤッとした今。変なことするんだよね。スーちゃんは外見と本質は変わらんね。嬉しい。でもね、ダメなんですよ。私ちょっとこのおうち時間で本当に鍛える。スーちゃん何書いてるんですか？これね、あのね、サイン会してるんですよ。事前に受付した人にサイン書いてるんです。今日のカードはこれ。なんか日によって違うんですよ。ちなみにね、次のやつ持ってきてるんだけど、見たいですか？今どこ行った？25日はこれですよね。25日はこれ。で、28日がこれ。これは裏表あるパターンのやつ。まだ売ってるよこれ。てかさ、この25日めっちゃみんなに人気なの。やっぱりこれあれかな、 CD みたいな感じだからいいのかな。そういう感じ。追加販売のおかげでコンプリート。あー、よかった。
持ち歩き用と飾り用、え、嬉しい。つぐみ全部可愛いなんて、そんなそんな。なんか本当はね、撮影の予定があったんですけど、今行けないんじゃないですか。だから新しくデータが取れないんですよ。だからインスタもだけど、じゃあ振り返ってみようってことで、いろいろ写真も振り返りながらやってます。みんななんか好きな写真とかあったら教えてほしい。ごめんね、撮影はちょっとさ、さすがに自分のわがままじゃ押し通せなかったみたいで、今スタッフさんたちもみんな在宅だし、そう、もうちょっとの我慢だよきっと。だから自撮りしかできないあ、45分だからもうちょっとで終わりますね。今日はちょっと早いけど、書き終わっちゃったから、ね、安全が第一だし、寒い、結構ボサボサかも。自撮りがまたいいんだよなこれ。え、そうなの？髪めっちゃ伸びたよ。見える？見えないの？めっちゃ伸びたでしょ。775懐かしい。そんな長かったっけ。うん、髪も切りに行けないからな。前髪は自分で切れるけど、こっちは切れなくなる。でもなんかさっきその昔の写真とか見返してて、ちょっとこれぐらいに切りたいかも。さすがに長すぎるよね。でもさ、そう、過去最高に長いと思う。だから長い、なんかもうちょっと伸ばしたいんだよね、本当は。ゴールがあって。よくないですか、これぐらい。今切ったら後悔する、絶対。ハロー、つぐみ。ハロー。このくらいの長さ見たら、あんまりやったことないよね。もうこんな長い。もうちょっとだけ伸ばす。みんなロング好きでしょ。多分2のファンの人はね、髪長いのが好きなんです。分からんけど、今までずっと長いし。そうだから、もうちょっと伸ばすね。何でも大丈夫です。もうちょっと伸ばしてみて、で、あの、達成したら切ります。なんか2の買う服的には短い方が多分ちょっと最近似合うなって思うんですよ。でも今外出できないからどっちにしろ切れないんだけど、明るいから、そう、あ、これ明るくなっちゃった。それも迷ってんだよね。なんか暗い色がいいのか明るい色がいいのか、どっちがいいんだろうね。じゃあそろそろ皆さんもう終わりの時間なので、これを結んだら終わりますね。また教えて、いつのこの時のこの髪型が好きだったみたいなの、ツイッターとかで。じゃあ皆さん、今日はギフト、ジロくん、トモさん、ポテさん、うわ、ポテさんいっぱいや、ありがとう。うわ、永遠にポテさん、ポテさん、ポテさん、ポテさん。ゴリピッピさん、初めて夜中もゴリピッピさんで、ゴリッピさん
ポテさん、長谷部くん、あつひろくん、ゆうとくん、みんないつもの人だ。あ、ネオジー、ネオジーさん、ありがとう。みんなありがとう。じゃあ終わりまーす。バイバーイ。